冥府にある神器を手に入れるしかない。覚悟を決めた連合軍はハデスの本拠地へと侵入した。冥府へ向かう道ではハデス軍の防衛部隊が待ち構えていた。必死の思いで彼らを退け、さらに奥へと進む連合軍。その前に現れたのは意外な敵だった。これは私？まさか冥府で自分と同じ姿をした者と相対することになるとは。冗談にしてもたちが悪すぎる。ペルセウスよ、このふざけた趣向は一体何なのだ？これは神器に近づく者に等しく与えられる試練。現れた自分自身の幻影に打ち勝たない限り先へは進めないんだ。みんな、たかが幻影だと決して侮らないでくれ。外見だけでなく実力も自分と同等なのだからな。ほう、この俺と同じか。自分とやり合える機会など普通はないからな。ここまで来た甲斐があったというものだ。要は己に打ち勝てばいいということだな。望むところだ。では早速その試練とやらに挑むとしよう。それぞれが自分の幻影と向き合い戦っている。神器に近づくため、この試練を乗り越えなければ。そんな気持ちなんだ。誰か一人でも欠けたら意味がないわ。周りをよく見て、困っている子を支えてあげてね。いざ参った。私が火種だと。私自身が火種とならば、それもまた消すまで心配には及ばぬ。大切な人を守りたいな。甘えて資源を取っているだけだ。我が剣に宿るがいい。その通りなのかもしれない。私は大それたことはできなくてもいいの。少しでも逃げてあげられるなら、それで十分。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられるな。短い手を全体に。
私たちの幻影まで現れるとは。冥府の神器を得るため、ロキ、共に試練に挑もう。おろしのごとく。
忘れるつもりはない。深くこの胸に刻んでおく。辛い過去があるからこそ今の私たちの友情があるのだから。さあ私を滅ぼして。共に勝利を。輝く炎よ、我が剣に宿るがいい。私の原因なのが現れる。俺が出るよ。私たちの幻影まで現れる。冥府の神器を得るためだ。ひどき、共に試練に挑もう。高い頭上は暴れた後に生き抜く。鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。君は大切な友だ。何があっても消すことはでき、破壊君はこの場に入る。一気に加速する。このような勢いがそのためだ。友を苦しみ続けるしか考えられない。ある程度覚悟はしている。自分自身のことになる。やはり不快なものだ。ああ、試練というだけのことはある。だが乗り越えなければ。任せてもらおう。輝く炎よ、我が剣に宿るがいい。その力見せてやろう。今の私たちの友情があるのだから。さあ私を滅ぼして。いざ参る。私の幻影が現れる。やはりあいつか。いい流れを引き込んでくれそうだ。いくら力を得ようと無駄なのか。お前はハデスの手のひらに背負っていたに過ぎぬ。さあ高い心を私たちに打ち勝ってみせろ。勢いだ。やれやれ、ここへ来て私たちの幻影まで現れる。冥府の神器を得るため、ひどき、共に試練に挑もう。高い鉄道は余った。一気に駆けつける。この国に良い働きをする。お前のいない戦場など考えられんな。君は特別な友だ。この人物何があっても消すことはできない。ここなら君は共に殺される道を選んだ。そのためにも友が苦しみ続けるに違いない。あ
ある程度覚悟はしていたが、自分自身に言われるとやはり不快なものだった。ああ、試練というだけのことはある。だが乗り越えなければ。一方、大目つけり闇を滅散。辛い過去があるからだと、今の私たちの友情があるのだから。すごいね、君の活躍をずっと見ていたよ。さあ、私を滅ぼして。私の幻影まであります。輝く炎よ、我が剣に宿るがいい。今まで私の力を無駄なことだ。アゼスの手の下に戻っていた。実は力とアゼスの手を奪っている。お前を待て。黙れ。私の姿で無駄なことを口にするな。死の運命を覆した。お前をもたらしくするんだ。それをアゼスの手助けがあったから。相変わらず見事だな。お前の戦は俺を引きつけて離さん。もう心の底では望んでいる。我が剣に宿るがいい。私たち頑張って。やめろ。そのようなことを認められるはずが。ここだ。私はその元気があれば滅びるわけはないだろう。幻影の戯言に惑わされるな。霊の精鋭の執着、この程度で揺さぶられるほど弱いものではなかろう。神が人間に諭されよう。己の滑稽さで目が覚める。そうだ、私は運命だ。甘んじて受け入れはしない。我が剣に宿るがよ。手加減はできない。これで全てが不愉快な試練だった。なんとか試練は乗り越えられたわね。これで神器に近づけるはずよ。誰一人欠くことなく試練を突破できたな。これで神器に近づけるはずだ。皆さん、あれを。暗がりの中に輝く槍のようなものが現れました。探している神器というのはもしや。ああ、間違いない。あれこそがバイデント。魂を解き放つ力を秘めた神器だ。よかった。これでユグドラシルからオーディンの魂を解放できる。そしてハデスを止められるのね。先ほどの試練、随分と無様を晒してしまったものだ。そればかりか、
またしても人間に救われるとは。力さえあれば全てが思い通りになる。これまでそう信じ生きてきた。しかし認めねばならぬのか。己のみではままならぬこともあるという事実は。無事に神器も手に入れたことだ。冥府に長居は無用。速やかに本陣の別動隊と合流すべきだろう。その陽動部隊から火急の知らせだ。冥府の軍勢の勢いに押され、いよいよ追い詰められてしまったらしい。今は城に立てこもり、なんとか敵の攻勢をしのいでいるようだが、それも長くは持たんということだ。ハデスの力が増せば増すほど冥府の連中も勢いづく一方が、このままではそう遠くないうちに別途隊は全て滅び去るだろうな。おそらくハデスもユグドラシル内部の制圧を終え、その力を手中に収めている頃だ。奴が自ら前線へ出てくるようなことになれば、滅びの時はさらに早まるはず。なんだと？そのような事態、何としても阻止せねば。うん、もはや一刻の猶予もあるまい。皆、急ぎ引き返しとしよう。